井の塚博士3月23日台は、日本の俳優、ベーシスト、花はじめとクレイジーキャッツメンバー。2021年現在、同グループ唯一の存命者であり、唯一、昭和、平成、令和時代と三代にわたって存命している人物である。堺事務所所属、東京府江原郡大森町の生まれ、聖火は、代々の裁判官の家系であり、 江戸っ子の16代目にあたるという。また、元は徳川家康とともに、三河から江戸へ出てきた直参の旗本の家柄で、祖父の代まで十数代にわたり、現在の第一ホテル、東京本館の一帯に今日構えていた、王子主だったとも言う。父、等が貿易省で、海外勤務が多かったことから、ジャズやハワイアンのレコードに親しみ、音楽への興味を育まれる。 行政中学校、陸軍飛行学校を経て、1949年、文化学院社会学部を卒業。在学中は、ハニゴロウ、カミチカイチコ、ヒトシサブロらの教えを受けた。貿易業をしていた父親の友人である、アメリカ人の紹介で、当時新中軍の統計調査をしていた IBM に入社するが、その紹介者が帰国した直後、2年で退社。 職場のアメリカ人たちからいじめを受けたのが直接の理由だという。IBM 退社後、1951年、兄が作ったハワイアンバンドグリーングラスキャップボーイズに参加。この時、兄から背が高いからベースをやれと言われ、そのままベースを受け持った。この時、真面目な性格ゆえ日本フィルハーモニー交響楽団の指揮者に基礎から個人レッスンを受けた。 ジャズベースでボーイングをする代わり種になったのはこのためで、ある。1952年、シックスレモンズのヨダテルオの誘いで、萩原明章とデュークオクテットに参加。モダンジャズを演奏するようになる。しかし当時のジャズの死活めらしさに馴染めないものを感じ、その頃楽屋にたびたび遊びに来ていた、花はじめの誘いで、クレイジーキャッツの前身である、花はじめとキューバンキャッツの結成に参加。 ウッドベースを担当。その後、クレイジーの一員として、テレビや映画などに出演する一方、植木と、と花はじめ、谷慶に次ぐ、第四の男として大英などで主演作も撮られた。しかし、基本的にドタバタが好きじゃないという犬塚は1970年以降、喜劇以外への出演が多くなり、宇野十吉、木村光一などから演劇を教わっていくにつれ、 演劇に没頭。当時の事務所である渡辺プロダクションからの遺跡を考えるようになる。10回目の交渉で現在の事務所への遺跡が認められ、1986年に渡辺プロを退社。その際、渡辺プロの渡辺進社長からは、辛かったら戻って来いよと言われたという。また渡辺プロ創立50周年の記念パーティーには、 植木等の強い誘いもあって出席している。谷啓とは、下戸という共通点から、特に親しかった。他のメンバーが、夜の街に繰り出してしまうと、残った二人で、トランプやコントのネタ作りなどをして過ごした。久しぶりに会っても目を合わせただけで、すべてがわかる仲だったという。没後の、お別れ会では、長寿を朗読している。行政中学の一学年先輩でもある。 石橋栄太郎が対談し、得意の料理の道に進んだ際も、おい、水を得た魚だなと激励をしたり、最年少の安田真を必ず、僕と、ンさんと敬意を表した。桜井千里に対しても、同様に、バンドマンの給与が月平均4万円の頃、桜井さんは18万円だったが誰からも、揶揄されなかったと絶賛している。植木等の死去に関して、今時80歳なんて、 早すぎますとコメント。記憶力が低下した谷慶に対しても自ら文字盤を持って、キャメラの後ろに立ったり、花はじめにはシャボン玉ホリデーの本番で、いきなり本名イコール、広志と呼ばれたことに立腹しつつ1980年に、自宅に花はじめからクレイジーキャッツ結成25周年記念の花束が届いたことに、サダオのバカ野郎、余計なことしやがって、 と、花はじめに電話し、お互いに泣き合ったという逸話がある。シャボン玉ホリデーのエンディングで、スターダストのギターを弾く、男のシルエットは、犬塚その人である。メソッド演技で挑んだ、バカが戦車でやってくるの兵録が、日の宮倉に登る場面や、兵録のセルフパロディである高い場所が好きな、クレイジー大作戦の人十郎が、ロープ一本で宙吊りされる場面。 クレイジーのブーチャムクレ大発見の私立探偵イコール、イヌマルが遊園地観覧車のはしごに登るスタント等を自ら演じている。2012年11月、桜井千里が他界したことにより、クレイジーのメンバーで最後の存命者となった。ミュージシャンとしてだけでなく、俳優としても地位を確立して大ベテランと言われる年齢を超えても活動していたが、2015年頃に、 妻が亡くなり、自身も90歳を迎えて、脊柱管狭窄症などを患った影響で、体が思うように動かなくなったとして2020年公開予定の映画、海辺の映画館、キネマの玉出箱を最後に俳優を引退する意思を明らかにした。しかしながら、これはあくまでも俳優としての引退であり、芸能人、コメディアン、クレイジー、キャッツとしての引退は否定している。 なお犬塚は2019年現在、静岡県熱海市のシニアマンションにて、隠居生活を送っている。司法小中海部の犬塚茂藤は、父方の祖父。家人の原昭夫は、母のいとこ。菅原文太も母方の親戚で、広市のまたいとこにあたる。母方の祖父は、漫画家の土屋良養。ふとじは、役名主演作品。 東方クレイジーシリーズ馬鹿シリーズ喜劇一発、シリーズ男は辛いよシリーズその他、ドラマバラエティ、教養番組他犬塚と、牛尾賢治、丹波哲郎の3人が、陸軍飛行学校の出身であり、塩は同じ飛行学校に、将来芸能界に進む人間が3人もいた、などというのも考えると、ちょっと不思議ですと述べている。母方のおじに、 俳優座の原康美さんがいましてねと語っているが、母のいとこの子は本来、はとこと呼ばれる。ありがとうございます。